今日は長方形の紙で作る小物入れを作っていきます。これは A4 のサイズの紙で作ったものですが、長方形の紙だったらチラシや新聞紙などどんな紙でも作ることができますよ。では早速作っていきます。今回は A4 の紙を使って作ってみます。縦に置いて、まず半分に折ります。さらにこちらも半分に折っていきます。そうしたら内側を広げて潰すように折っていきます。裏返して反対側もこのように広げて潰すようにして折っていきます。はい、そしたらこっちの平らな面を広げて出します。上の縁を真ん中の折り筋に合わせて折り下げます。裏返して反対側も上の縁を真ん中の折り筋に合わせて折ります。そうしたらここのちょうど三角形になっているこの線のところで一度折り目をつけます。しっかり折り目をつけたら広げます。そうしたらこの部分を一度開くようにして、今つけた折り目で内側に中割り折りで折っていきます。こちらも今つけた折り筋で中に折り込んでいきます。裏返してこちらも一度折り筋をつけて
開いて、さっきと同じように今つけた折り筋で内側に折り込みます。はい、そしたらこの角を縁に合わせて折ります。こちらも縁に合わせて折ります。そうしたら今つけた折り筋で内側にこの三角形をくるむようにして内側に折ります。反対側も今つけた折り筋で内側に折ります。反対側も同じように折ります。一度縁に合わせて折り目をつけます。そうしたら今つけた折り筋で内側に折り込みます。そうしたらこの角と角を結ぶ線で下に折ります。反対側も角と角を結ぶ線で下に折ります。このこちらの角と角を結ぶ線で折り上げます。ここはしっかりと折り目をつけておきます。はい、そうしたら開きます。広げていきますね。広げてこの折り筋通りに箱の底を広げていきます。はい、これで完成しました。厚手の紙で作ると結構いろんなものが入ってしっかりした箱になりますし、どんなサイズの長方形の紙でも作れるので、ぜひ皆さんも作っていろんなものを入れるのに活用してみてください。箱を作ったよっていうお友達はぜひコメント欄で教えてくださいね。待ってます。